東橋付近を東京スカイツリーをバックに航行する東京水辺ラインの船舶東京水辺ラインは東京港、隅田川、荒川にて定期、不定期運行している水上バスである。東京都公園協会が運営する水上バスで夏季の定期、不定期航路船舶のほか、貸切便、イベント便、縁便などがある。貸切便は定員140名の桜、 アジサイ号と定員200名のコスモス号の2000があり、時間化姿勢。エンビンは航路が両国、レインボーブリッジ通過後 U ターン両国で2時間のクルージングを完全貸し切りで楽しめる。運休日は毎週月曜日及び年末年始。2020年6月を予定して両国発着場周辺に両国リバーセンターを整備する計画となっている。 東京都中央区付近の隅田川で経流中の東京水辺ラインの船舶特定日についてはホームページで確認可能。コスモスパレットタウン発着場周辺の様子。写真中央下がパレットタウン発着場で三橋に接岸する屋形船と乗船客が見える。写真中央奥、大型フェリーが停泊中の不当は有明フェリー不当、左奥遠方に見えるのが 東京国際展示場である。ありがとうございます。